皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは映画です。ご紹介する作品は夕日のオカマそしてご紹介する品物はですね、えー、ロビーカードと言われるものですね。 スチール写真なんていうふうにも言いますけどもタイトルが入ってますのでロビーカードで、えー、通じるかと思いますで、えーまあ、要は写真なんですけど、えー、1950年代から80年代ぐらいまで、えー、映画館に行くとですねこういった劇中写真というのが貼られていました、えー、これから見る人見終わった人がですねああこんな映画なのかということで、まあ、宣伝を兼ねて貼ってあったものなんですね で、えー、まあ、それの、実は夕日の我慢ということでご紹介しようかなということです。大きさもですね、大変大判の写真で、えー、そうですね、15、18センチぐらいと、うん、23センチぐらいでしょうかね、えー。本当にかなり迫力のあるサイズですね。で、えー、カラー写真のものもあったりするんですけど、これはもうモノクローというかね、になるかと思います。はい。 で、えー、映画館に貼っていたということで、こういうね、押しピンの跡がね、もういっぱいついてるんですね、これね。つまり、たくさんの映画館で、労働召喚、それから、えー、2番館、3番館とかね、えー、じゃらこちらで、おそらく使い回しを何度も何度もされたものなんだろうなと。でまあ、それがですね、縁ありまして、ちょっと私の手元に来たんですけども。はい。でですね、えーまあ、この作品、えー、っとですね、 あの、後半、ちょっと出てくる写真がですね、ネタバレの写真がありますので、えこの一番最後に、その、何ていうんですかね、ネタバレの写真を置いてますから、そこにかかりそうな時にはもうおやめいただいたらと思います。はい、あの、まだご覧になってない方はね。で、ま簡単に言えばですね、えあまず設定いきましょうかね。設定というか、あの、監督は、セルジオ・レオーネ監督ですね。え西部劇、マカロニ・ウエスタンの巨匠と言われた人ですね。 はい、その人の出世三部作のうちの2作目ですね。そしてイーストウッド、クリント・イーストウッドにとっても出世作の第2作目、ね。そして音楽は、あの、私の大好きなニューシネア・パラダイスのエンニオモリコーネさんということでですね、もう、この三本柱の大傑作ですね。まあ、愛の用心棒、夕日のガンマン、続夕日のガンマンってね。 まあ、ものがあるわけですが、その2作目。で、イーストウッドもですね、ローハイドというそのテレビシリーズで、まあ、人気者にはなったんですけども、映画界ではね、なかなかこう、鳴かず飛ばずだったんですよね。で、そのイーストウッドがイタリアへ渡った際に、まあ、映画、この主演を出て、で、コアの用心棒でもう一躍大スターになるんですね。そして今現在もですね、もうかなりのご高齢ですが、映画制作、そして出演。 クライマッチョですかね、今、最新作が、えー。本当にもう、今の生きる伝説と言われてる方かと思います。でそんなイーストウッドね、皆さんの出世作の2作目。で設定はですね、えー、簡単に言いますと、イーストウッド、そして、えー、こ,のこの人がまたかっこいいんです。タカとよく言われましたけども、タ、え、カ、ー、ワシ、まち、あ、ょっと言てたかな、すいません、えー。とにかくね、もうこの、 わしばらって言ったらいいんでしょうかね。ものすごくかっこいいですね。リーバン・クリーフという方ですね。リーバン・クリーフ。この方も性的効果です。で、えー、この二人は賞金稼ぎですね。いうところのね。そして、えー、このジャンマリア・ボロンテ演じるところのインディオという男を追っかけてるわけですね。まあ、賞金首なわけですね。で、まあ、時に共闘したりとかいうことになってくるんですが、まあ、その話の流れがまた面白いんですね。はい。 ではね、えー、まあ、あの、読みましょうね。ストーリーをま、そのぐらいにしておきましょう。あの、ぜひまたご覧になっていただけたらと思います。えー、通会ですよ。はい。でですね、まあ、いきますね。まずこのイーストウッドはですね、モンコという役すね。はい。まあ、だなしの男みたいな感じになってますけどもね。はい。モンコというのはどうも、あの、片腕とかね、いう,う意味を指すようですね。はい。うん、あの馬車に乗るときと、 銃を撃つとき以外は右手しか使わないっていう男だったかな。なんかそんな意味です。はい。で、えー、この方はあ、モーティマー大佐っていう役なんですよね。モーティマー大佐。ダグラス・モーティマーだったかな。はい。で、えー、リーン・クリーフという人ですね。この服装がまたかっこいいでしょ。そして、ジャン・マリア・ボロンテさんですね。えー、荒野洋人帽でも、仇役でしたね、うん。この、この眼光ですよ。 ね、そして、えー、一貫してイーストウッドはこの3部作ではこのスタイルですねこのスタイルねうんでこの格好っていうのはどうもイーストウッドが自分で仕上げてきたっていうの話を聞いたことがありますねはいうんですねそしてここがねこれがいいんですよこれですよこれねモーティマー大佐はねこの まあ自分の馬にですねこ荷を積んでるんですけどこれがねくるくる本当は巻いてあるんですそしてえー、いざ使う時になるとですねこう荷の紐をギュッと引っ張るとですねこれがダザザザッとこう垂れてですねこれだけの銃を積んでるんですねこれがかっこいいんですよあのー、リーヴァンクリフがその後やった作品でえー、そうですねえっとね 西部決闘士だったかなとかね、あのー、いろいろあるんですよそれでもあのこういう特殊な銃を使ったりね、えー、いう写真があるんですけどそれに近いです非常にかっこいいもうこのイーストウッドが主演ですけどまあリーバン・クリーフが持ってってるところがいっぱいある映画ですねでまあ2人が時にこう共闘するわけですね ねねどうですかちょっと、ね、頭が薄く見えますけどね、このね、またこの、この、これがまた似合ってるんですよ。はい。で、イーストウッドね。うん。ね、最高のツーショットですね。そして、まあ、時にね、こうやって2、えー、人が、これがイーストウッドで、リーバン・グリーフですねこう。共に戦う時もあるということですね。はい。で、これがまあ悪党集団ですね。はい。 まあ本当にね、あの、えっ、ー、と、ジャン・マリア・ボロンテさんの吹き替えは、えー、あの、内海健二さんがね、よくされてました。ね、亡くなりましたけどね。内海健二さんっていうと、あの、北斗の県のラオですね。はい。ね、で、え、こうやって。で、あの、この後ろがですね、あのネタバレの、写真になってますので、ここはやめとこうという方は、ここでおやめくださいね。はい。で、えー、まあ、ね、こういう感じですね。 がいるとじゃあネタバレの写真に行きますからねあのやめる方はやめてくださいね、えー、まあ最終的にはこうなるわけですねはい、うんうんはい、まあこのぐらいしておきましょうであのここのですね、えー、タイトルかなタイトルえーえー、っと えちょっと読み方はあれですけど、dollars more っていうことなんで、まあ、もう少しの、ね、さらに少しのドルのためにっていうんでしょうかね、まあ、金のために的なことですよね。まあ、あくまでも賞金稼ぎだというところがあるんですけど、ただまあ、その子にはですね、この物語のもうちょっと奥深いところがありまして、はい、そこがまた面白いとこかな、っていうところになるかと思います。はい。 でまああのー、こういう、ね、スチール写真、ロビーカードというものもですね他にも、ね、あのかなりあるので、えー、それもねまたいずれ、えー、順々にねご紹介していこうかなとは思っております、えー。というわけでですねあの夕日の岩盤、これねぜひねあの西部劇ちょっと苦手だなという方もですね見ていただきたいなと思います。 あの部類としてはマカロニウエスタンというねイタリア製西部劇ですねまあいえばアメリカ製西部劇というのが本来の西部劇ですねその西部劇という,うーテーマをイタリアがイタリアと映画として作ったのがイタリア製西部劇ですねはいなのであの劇中ではですね当然イタリアがとここが飛びっこかったりですねここどこだろうというところも結構多いんですけど、まあ、そんなことはよくてでアメリカの西部劇は うんどういうんでしょうかね。残虐非道というのは基本的にはあまりないんですね。よほどじゃないとね。最近はリアリ、リアリズムとかのがありますけど、そうじゃなくて、えー、完全超悪的なことが多いんですけど、えー、イタリア生成武器はですね、もう誰が善人で悪人でとかもよくわからない、えー。そして時に残虐非道というのがある。 言えばリアルなんですね。まあそういうところの面白さ、かっこよさがありますので、ぜひ、えー、ご覧になってみてください。まあイーストウッドの三部作、荒野の用心棒、そして夕日のガンマン、そして続夕日のガンマンまではですね、これはまず見ていただきたいなと思いますね。えー、それ以外にもマカロニウエストの結束は数多いんですけどもね。はい。えー、というわけで、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。 また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。また、えー、コメントを、あの、頂戴できましたら、本当に励みになります。えー、交流できたらと思っております。Twitter、えー、Instagram もやっております。えー、どうぞ、またよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。